ですね、例えばこう流れ寄って指離すとですね、戻っていくとさ、でこの人でしょ、でまた赤でしょ、でずっとそのままほら、でも方向が分からなくてもな、その雨降って方向が分かる、回るとすぐ回る、で分からなくなったらこのまま指離すと戻るの。増した方向が多いって、なんか胴体も作ってるからですね。胴体、なんか長広いやつ。これ回った時は分かんないですね。分かんない。離せばね、戻る姿勢で戻るって。だけど胴体も作ってるからですよね、これ。これの時分からん。一瞬、あの前の球が近くに入るんですよ。戻るけん。右穴下戻るけん、なんかちょっとそれが逆に分かんない。3万ぐらいするでしょ。黄色かよ。ダウイの頃はもうこうしたキットですね。拾ってるだけだもんね。これこそやっぱあのエキスポ入れた方がいいですね、これ。エキスポ入れた。この部分動けたもん。はいはい。鍵入って分かったやつですね。あんなある程度来ても動かない。結局話してまっすぐで動かない。こっち、もともとしてやったんかい。キットって。これ、これだと。これは大丈夫。パソコンで調整しました。いや、これは、あ、そうですか。
あれはそれはコントロールのことだけど、コントロールはそれは線形橋は跳ねると思うよ。もう一つはかけたんですよ。浅水センサー付近とは。それがちょっとわからない。やっぱ重量があるというのは、プレイヤーもそれなりに入ってくる。これバイハンドルになっちゃって。それちょっとまだダウンですよ。トリム、あっとですかこれ。トリム、前、子供のトリムでかいですよ。ここは、またこうやる。あと、初めて、ここに持ってくるんですね。ここに結構持ってられるんですね。そうですね。うん、ほら、ヘリはいらんぞ。